はい、クラッチ操作ですけども、マニュアル車の、シフトチェンジにおきましては、詰まるところをもうひたすら反復練習で慣れるしかないんですけど、うまくいかないからといってね、苦手意識を、持たずにですね、何回も繰り返し繰り返し、やってもらえれば、必ず自然とできるようになりますので、めげずにね、頑張ってください。はい。で、操作はね、至って単純ですよね。はい。切る。はい。ね、入れる。で、アクセルを、踏み込みながら、つないでいくわけですね。こぐーっとね。つないでいくわけです。っていう、操作としては、単純なわけです。で、その単純であるっていうことをね、頭に入れながら、やってみてください。で、踏み込んでね、なかなかクラッチミートが難しい、ね、ガクンガクンとなってしまう。もちろん、その通りですね。なので、最初は、クラッチ板には悪いんですけど、ちょっとこう、アクセルをね、強く、踏み込む量をね、多めにしながら、なので、回転数をね、ちょっと多めに上げながら、やってみる。ね。それでいいと思います。車には良くないんですけどね。慣れるためにですね。最初から綺麗なクラッチミートなんてできるわけありませんから、誰しもね。ですから、そういう、ちょっと多めにアクセルを煽ると。ね。そういうやり方で、やってみてください。で、あとはもう一つは、あえて、アクセルをね、踏まずにアクセルを離した状態でですね、クラッチを、ギアはね、ギアは、入れたままですけど、クラッチをね、クラッチだけをこう、ちょっとずつ、つないでいくんですね。そうするとですね、こう、トロ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 と、なんかこう、左足に、トロトロ、なんかこう、違和感というかですね、何かこう、引っかかるような感じが、出てきます。つまり、ギアがこう、つながりかけてるところなんですけど、で、回転数もね、ちょっと落ちますね。いわゆるエンスト仕掛けるわけです。そこですね。そこの、感覚です。この車は、ここで、ギアがつながりかけるんだなっていう、その時の、左足の感覚。これを、何回もね、何回も繰り返しやって、覚えておくと、いわゆる踏み込んでから戻す時、ね、どれぐらいのところで、この車は、ギアが、噛み始めるんだろうかっていうのがね、わかります。なので、アクセル、要は、アクセル、右足と、左足を同時に操作しなければいけないから、慣れてないことをね、一度に、やるということは、なかなか難しいと思いますので、左足だけでね、やってみる。アクセルをもう使わずに左足だけでやってみるっていうのも一つの手です。はい。ただね、こういうのは、実際に公道上で、例えば信号待ちからね、青になって発進するとき、ね、そういうのはちょっと後続車がね、追突しかねませんから。ですから、例えば駐車場とかですね、ご自宅の、車庫の中でですとかね、安全なところで、そういった感覚をつかむ練習はね、してもらいたいと思います。で、そのクラッチのね、つなぐ位置が分かってきましたら、アクセルもね、右足もちょっとずつこう、合わせてみて。で、最初申し上げたように、ちょっとこう、多めにアクセルを煽って、つないでもらう。ちょっと、違和感はあると思います。やたらとね、ブーっていう感じでね、スタートをするときに、ちょっとなんかすごい不可思議な感じのスタートになると思いますけども、
全然それでね、最初はいいと思いますので、そこからちょっとずつね、実際にあのクラッチミートに必要な分だけの、アクセルのね、踏み量を調整していけば、いいわけですから、はい、その反復練習ですね。でまあ一回車がねもう動いてしまえばね、もうあとはまあセコーサードとね入れていくっていうことに関してはまあそれほどスタートするときよりかはね大変さはないと思いますので、ひとまずねローから入れていくときですね、そこのまあ練習、まあこれはね今申し上げたような感じでまあやっていただけると、まあやっていただくとね良いかなと思います。はい、最初はとてもすごいなんか難しく感じてしまうものですけども、まあ、めげずにね、何回も何回も、全然車に乗っていない時ですね、なんかこう、まあ、どこでもいいですけど、なんかね、座っている時、ね、普通になんか腰掛けに座ってね、まあ、何でもいいですけど、どういう場面でもいいですけど、座っている時にね、こういう一連の、左足、ね、ギア操作で右足もねアクセルを踏むっていうね、まあ、イメージトレーニングですね、そういったものも車に乗っていない時でもねやってみると良いと思います。はい、そうすればねもう自然とまあ、徐々に慣れていきね、人は慣れますからね、必ず慣れますから、ですから気づけばねもう手足が自然とね、意識せずに一連の動きがねもう自然とできているようになりなっていますのでね、はい、ね、マニュアルもう今でこそ数は少なくなってきているマニュアル車ですけども、マニュアル車ですけどもね、やっぱり車の運転としては面白い楽しいと思いますのでね、はい、ぜひ頑張ってマニュアル操作ね、シフトチェンジ操作ね、頑張ってください。はい、ではご視聴ありがとうございました。